はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15パート2、張り切って続きやっていきましょう。前回から若干モンスター狩りをして、現在のレベルは全員4レベル。すっかり忘れていたことが一つあって、FF15 の世界ではモンスターを倒して経験値を得た時点ではレベルアップは行われなくて、夜になったらテントやら、あとはこのキャンピングカーの荷台の部分で寝泊まりをして経験値を還元させてレベルアップするというシステムなので、まあ、ちゃんと寝ないとレベルアップはしません。というわけで、そうだ、レストランに行けと言われてたのに入ってなかったのでレストランに入る。美人だよなシドニー、あの小さな孫とは思えないよ。これレストランに入ったら BGM がね、ロック系に変化するんだよね。いいね。で、この人。ああ、じいさんの指令か。このレストランの主人のタッカさんから情報が欲しいんだな。たびたび情報がもらえたり、アイテムの採集場所を教えてくれたり、そしてまあ、腹減ってんのか、食事提供してくれたり、あとはクエストだね。どうして来てくれるのか。まあちょっと動画外で、まあ、この辺は単に戦闘するだけのサブクエストなので、凍結駆除をやったんだけど、まあ、この辺全部受けちゃおうか。保留しておくこともできるし。あんた勇気あるな。一度に受けられるのかな？標的たちだ。あ、キャンセルすることになるんだ。でね、食事ね、エピソード出すかの時もそうだったけど、食事がね、あのパラメーターに大きく影響するので、食事ものすごく大事。だけどそんなに高いものを食べてもダメというか、ちょっとものすごくリアルだな。食事、チリコンカン食べよう。わかった、チリコンカン。来た来た。さあ、攻撃力プラス20と HP がプラス50されました。あ、レシピパクった。わ、なんかすごい悪どい顔してた、イグニス。食いすぎは毒だぞ。あ、こういうとこで食事したらイグニスが参考にするのか、レシピの。 あともう一つお詫びです。パート1の動画で最初車を押してた時に流れていたあの名曲スタンドバイミーがあるんですけど、あれ著作音源なので、スマートフォンでの再生が不可になってしまったので、ちょっとピンポイントで削除しました。それはちょっとごめんなさい。さあ、それではクエスト、こっちがサブクエストなんだけど、こっちを優先することもできるんだね。2つ同時に受けることはできないんだね。メインの方をとりあえずやっていこうか。生活費稼がないとね。さあ、こっちの方はね、まだね、一歩も来てないんだけど、動画外の方ではね、この反対側の方、こちら辺をね、ちょっとね、探索してたんだけど、端っこの方に行くとね、釣り堀があったりしてね、結構細かいところまでちゃんとロケーションがあるっていうね。さあ、言うところで、まずはこいつらだな。やるぞ、ノクト。まずは戦闘。てめえ。ああ、めんどい。油断禁物ってね。基本的にね、敵が倒れたら体験を使ってね、ダメージを多く与えると。通常攻撃は短剣でいいでしょう。もらったな。イグニス、調子いいじゃねえか。またいる。ランス。よし、次の地点へ向かおう。とまあね、自身がジャンプしたり攻撃を繰り出すやり方でね、いろいろモーションが変化するんでね、まあいろいろアクションベースなんで、操作をいろんなバリエーションの操作覚えよう。何？電柱が折れているのか。一つや二つじゃなさそうだ。どうすりゃこうなるんだ。わからない。嵐か地震か。すぐそこのハンマーヘッドは何ともなってねえけどな。でっかい怪物が通ったんだったりして。
大事の相手がそんなんじゃねえといいな。電柱倒れてる。電柱というか、まあ電線ならもうかなりぶっ倒れてるんだけど、向こうの方で、のどかな BGM だ。指定区域の敵をすべて倒すと。トーテツってやつがね、出るはずなんだけど、トーテツが結構すばしっこいんで、エンジンブレード、探検を使って倒すのがおすすめ。あと、デイワンパッチのクラウンアップデートで、非戦闘時でも、ワープが使えるんだけど、MP を消費しちゃうから、あんまり良くない。次はこいつらだね、さあ、シフト。ランスがね、ジャンプランスが強いね。手早く済ませよう。OK。で、ノクトだけマップシフトして、MP が一気に回復できるっていうのはエピソードダスカから変わってない。ほら、体験使ってみよう。ノクト、はいよ。さあ、リンク技が起きたけど、かすってもいない。さあ、OK。やったね。あと一箇所。さあ、あと一箇所。さっさと行くぞ。サブクエストの場所近づいてたりする？帰りにちょっと寄ってみるか。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。結婚式ね。うん、そうなればいいんだけど。あまりサブクエストメインでばっかりやってもあれだけど、まあサブクエストのいくつかはね、戦闘が多めなので動画外でもやったりします。さあ、いたいたいた。全部このなんか、こいつらで最後だ、気抜くなよ、サソリみたいな敵。じゃあ暴れるか。シフト。俺も危ない。油断したな。一瞬で終わっちまいそうだ。多いね。パパッと終わらせようぜ。ガード、ハリー。完璧だ。イグニスとリンクした。さらにリンク。これで満足だろう。ノクト。やったな。さあ、おお、どう？おい、俺を殺す気か？と、うわってや、すごいね、やっぱ。さあ、オッケー。終わったな。お、あれ、電話。はい。シドニーだけど、大事は順調？ああ、今終わった。ついでに人探しも頼めない？デイブってハンターが連絡取れなくなっちゃって、その辺の小屋にいるはずなんだよね。この辺の小屋、ああ、わかった、見てみる。デイブさん？シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？え？すぐ近くの小屋にいるらしい。なんかね、デイブって名前を聞くとね、なんか太めの人の人だっていう印象をなんとなく受けてしまうんだけど。小屋にしては随分でかいような。あ、いけない。デイブさんいる？これ入り口どこだ？ここだ。あれ、いないけど。確認。手紙？野獣目撃情報。デュアルホーン編集、ブラッドホーン。赤い牙とても凶暴。周辺の唐鉄にも討伐依頼あり。ノクト！え？こいつ！しゃった！大丈夫？
助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。これが指示。これが当鉄だ。短く頼む。あと難しいやつか。あぶね。パリーだ。ガードでパリーを狙っていこう。いけそうならシフト。とどめ。もらったな。ランスに切り替えて。どうだ。さあ、東鉄が襲ってきたけど、あっちにも小屋が見えるぜ。デブさん、モンスターに襲われた？これランスだけどジャベリンか。さあ、こんな舗装されてない道、これ舗装されてないよね。こんなところ走ったらあんな高級車でもね、ダメになっちゃうわな。さあ、東鉄いる。こうだ。イグリス、注意して。危ない。ハーリーだ。ポーデツはね、すばしっこいからね、探検で戦う。おい、滑った。上にシフト。リザルトが全部 S になることあんのかな。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。ん？有料で受ける。ただ働き、しません。あ、やってやる。報酬は？オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。あ、報酬は。ノクトも人がいいね。金の話しそびれたでしょう。振ったんだけどな。あ、野獣討伐。編集の野獣がいるから撃ったおせと。一旦休憩して体勢を整えよう。休憩しましょう。 OK。あ、キャンプで。いらねえしとかあるし。いや、形勢をね。違う、形勢じゃない。体勢を整えよう。よし。近くのシルベでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって、警護隊の代わり？民間の組織だが、役割は同じだな。俺らよりよっぽど実戦経験してんだろう。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。デイビッドさん、まあ、略してデイブさん。予想に反してかなりのゴリマッチョだったんだけど、イグニスがなんか存在感薄い男になってるんだけど、どうしたこれ、バグか。イグニスがすごい薄くなってる。さあで、キャンプ地点ね、エピソードダスカーにもあったところで、影の薄くなってるイグニスさんに料理を作ってもらって、準備してから野獣討伐に行くと。イグニスが薄いんだけど。着いたぞ。さあ、キャンプしよう。食事と宿泊を同時に行います。で、イグニスの料理がね、バトルに役立つ効果、バフが発生すると。さあ、キャンプ。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。さあ、動画外で集めたね、食材があった気がするんだけど、そこそこ。
れ、イグニス薄いぞ。イグニス、ちょっと。ちょっとイグニス、イグニスのなんかおかしい。いろいろおかしい。イグニスが薄いままなんだけど。さあ、料理作るか。あ、これね、メニュー画面とか開いて思ったんだけどね、キャラクターが時々ドットで映ってるんだよね、これ。ドット FF もね、好きだったんだけど。これエピソード出すかにあったシチューだね。で、出たこれ。おにぎり。めっちゃリアルなおにぎり。今のところ材料あんのがね、この辺なんだけど、シチューが最もパラメーター上がるらしいから、おにぎりも食べたいとこだけど、影の薄いイグニスさんに、じゃあシチューを。お願いしよう。野菜たっぷりシチュー。さあ、攻撃力プラス20に HP がプラス150で、経験値が割り当てられてレベル5に。それぞれになんかこういうノクティスの場合、まあ、ツリー、グラディオ、サバイバル、イグニス、料理、プロンプトは写真撮影で、ここでプロンプトが撮影したね、適当な写真をね、保存できるというね。なんかグラディオとイグニスの写真ばっかりだけど、適当に保存するか。グラディオなんか光ってんな。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。イグニスさ、ちょっとずっとこのままだとあれだから、ちょっと一回なんとかしよう。あ、治った治った。再ロードして治った。旅の続きをしようか。オッケー、行きますか。旅の続きってあんたのせいで再ロードしてたんだけどな。イグニスがずっとふわふわした存在だと困るからね。さあ、野獣をね、見つけて討伐する前に、これは何だったっけな、エレメントだっけな、エレメントか。こいつをね、吸収しといて、あ、上限なんだこれ。これなんだっけな、吸収しといたらなんか魔法がどうたらこうたらだったはずなんだけど、あー、はい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 、なるほど。あ、炎をセットして、あ、セットする量に応じてパワー、まあ威力が変化するんだね。ならまあどうせだし、マックスで生成しちゃいます。ファイヤーゲット。あー、で十字キー下で装備もできるってことは、これあれだね、あの雷のエレメントや霊気のエレメントを混ぜて合体版を作ることもできるんだね。と、現在の上限は99個までだけど、回収できるだけしちゃおう。これはね、霊気のエレメントが回収で、こっちサンダーも回収。さあ、魔法をね、魔法威力高いだろうから使ったりして、またちょっとエレメント作るか。エレメントから魔法、じゃあ向こうの方に行こう。だるいな。そうだな、だるいなって本当にだるそうに言うなよ。ノクト、王子だろ。これなんだろう。なんか昔はこの辺
採掘場だったのかな。向こうがハンマーヘッド。いや、ここだけ歩いてたらね、平和なんだけどな。だるいとか何回も言わないの。さあ、いるぞなんか。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。あれか。放っておくわけにはいかなそうだ。こちらから攻撃を仕掛けたいところだけど、いけるか。あ、バレた。待て。なになに。やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。ああ来るぞ。うわぁ。おぉ、おぉ、やった、すっげぇ。さすが。まだだ。うわぁ。さあ、魔法使ってみよう。仲間のコマンドを使うと連携攻撃につながります。 OK、 わかってる。ファイヤー。あ、強い。あれ、これもしかして、あ、全部使ったんだ。連携攻撃でグラディオ。豪快。もう一押した。ファイヤーが想像以上に強かった。アリー、あ、倒しちゃった。先行こうぜ。ファイヤー予想以上に強かったな。ねえ、電話。はい、電話電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。あ、そうだ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？カスタマイズしましょう。じゃあそれで。工場まで戻っておいで。わかった。オッケー。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。車が故障したのはノクトかプロンプトのせいか。さあ、魔法はね、エレメントを積んだ分だけ威力が増大するということがよくわかったね。で、ここに落ちてるのが塗料。違う。この塗料でね、車の色を変えれるんでしょう。いやーね、相変わらず FF シリーズは音楽がいいね。さあ、それではじゃあ今回はここまでにしようか。ジージのお願いも聞いてあげたことだし、車も直ったらしいし、車をね、カスタマイズして目的地へ向かいましょう。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。